ったり、ビートたけしさんがフライデーの事件を起こす1週間前とか、あの時代日本が元気だった時代に、写真家として大活躍をされていた方です。その後、7月に亡くなりましたが、直前まで3万人で日本文化を伝える北斎の展覧会を開催していました。しかしながら7月北斎展を終えた、帰りの日のですね、報告の夜に緊急入院をされて、その後、他界されました。この日程で展覧会をこちらの石筆屋万次郎ギャラリーにて開催するというのが、田川さんが企画をされていた最後のプロジェクトでした。その思いを受けまして、私は一般社団法人ユーラシア国際映画祭という団体の代表理事の松山里奈と申します。田川さんが理事を務めてくれておりました。その田川理事の思いを背負って、こういう形で開幕ができて本当に嬉しく思っています。本日は、応募をしてくださった作家さんがおられまして、作家さんの作品を PR していただくということをパーティーを通じて行ってまいります。田川の夢は日本文化を世界で北斎のような大きなインパクトを持って発信すること、その思いを受けまして、本展覧会を中心に、世界にデビューする作家さんを紹介して、いきたいと思っています。それでは皆様の、ますますのご健勝を祝し、また、亡くなった田川さんのご冥福も祈り、それぞれの世界で皆さんが活躍されることを記念いたしまして乾杯。乾杯。日本画家の佐藤光三です。今回は、秘伝アート蓄光顔料を使った隠し絵画っていう技法で、信長がイタリアに渡ってジョルダーノ・ブルーノっていう哲学者に、なったっていう伝説があるんですけども、それを隠し絵画の技法で、表現してみました。蓄光顔料を使った隠し絵画は、コロナ禍で、絵の売り上げが激減して、これは世間をあと驚かせる起死回生の表現を頭をひねったら、ひらめきました。今回は、個展ではなくグループ展なので、会場全体の照明を落とすわけにいかないので、こういうスコープを、これも手作りに作ったんですけど、今回のページのために作ってくださったんですね。ブラックライトみたいに光っておりますね。なるほど。田谷監督、体験されていかがですか？面白いですね、こういうのはね。ありがとうございます。はい、ね、素晴らしいです。こういうブルーノさんになったっていう伝説があるんですか？そういう伝説があるんです。義経がモンゴルに渡って、はい、チンギスハンになったみたいな感じで、はい、だから本能寺では実は死体が見つかってないので、はい、イタリアに逃れてジョルダーノ・ブルーノっていう別人になりすまして第二の人生を過ごしたっていう伝説があります。面白い。こちらは福山、広島県の福山デニムなんですけれども。デニムなんだ。そうなんです。福山の、デニム企業さんもなかなかデニムっていうとこう岡山のイメージが強いんですが、本当は福山が売れてるんだよってことがあまり知られてなかったり、そういう、地域の特産物とか生産物とかを通じて地域活性化っていうプロジェクトに参加させていただいて、アーティストさんと一緒にコラボをしてこういう、アップサイクルアートっていうのをやったら、よりデニムのことをたくさんの人に知っていただけるんじゃないかっていう企画に参加させていただいて、で、デニムの在庫を持ってたんですね、私。で、今回北斎アート展ということで、北斎のマージュの作品をどうやって作ろうかなと思った時に、デニムのブルーと北斎のラミとの相性は抜群に合うんじゃないかとちょっとひらめきまして、今回この北斎アート展のために書き下ろしたのがこちらの作品になります。馬の筆です。乱歩筆、馬の毛なんですけれども、はい、荒々しい線を描きたいとか、こうしっかりとした線を描きたい時とかは、はい、ちょっと硬い毛で描いてみたり、ちょっと毛束感があるような線を描きたい時は鳥の羽の筆を使うだとか、はい、そういうようなところもちょっといいところですので、またご説明させていただけたらなと。これ波の絵と、お店の岩松院の天井図をコラボさせた絵です。
で、波の絵はいろいろな作家さんが描かれてますが、お店の岩松院の天井図と鳳凰をコラボしたのは多分私が日本で初めてだと思います。ああ、天井が見に行ってたのがこれなんだ。2回ぐらい車で行ってもすごい大変なので、北斎があの年齢で歩いて行ったのはちょっとすごいなっていう感じで、私も頑張ってこういう北斎の魂とか、意外と天井図って心とか入ってるんです。あとこれいくつも富士山の、これも富士なんですけど、富士山のいろいろ隠し絵も入ってるので、そういうのも日本や世界中の人に伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日もお客様が来られて、北斎の元の絵に近い色が鮮やかなのがやっぱ心に打たれるお客様も多いので、今後北斎に意外と忠実にそういう絵を描いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。僕はアーティストじゃなくて受け入れ工芸士なんです。で、自分のクリエイティビティっていうのは全くゼロで、北斎そのものあるいは歌丸そのものを元に戻したい、今そういうことで田川さんと非常に共鳴し合ってやろうという時に、残念なことに志半ばで田川さんが倒れてしまった。で、僕は自分の心の中では田川さん、お前をやろうとしたことを俺はちっとでもやるからなっていうのが僕の決意です。少し先にしますと、これは水戸 のニューヨークのメトロポリタンに肉筆画として1点ずつしかないものを、僕も頑固じじいですから、できるだけ北斎の作に近いということで、ずいぶん時間がかかりました。両方とも剣本、絹の下地に肉筆で描いてるんで、実は布目が出るんですね、布目で折り目が。で、それを消して実はこっちは金箔、こっちのは金箔の下地にかけて、まあちょっと恐縮なんだけど、すごい根気のいるね作業なんです。私みたいなアホがちょっと頭がいかれたやつじゃないと、こんなんやっちゃおられないっていうようにね。これ肉質画なんですか？肉質画。あ、これレプリカで、プリントしたものではないんですか？いやいや、プリント北斎さんの肉質をプリントできるように、もともとは肉筆画、北斎さんの肉筆画をプリントをできるように、何にマテリアルは何に印刷してあるんですか？だからメディアは、これは金箔で、これは職人さんが本金箔を手張りで、はい、こっちは本金箔を手張りで。これ紙ですか、布ですか？その下には布です。布、あ、ごめんなさい、紙です。紙に印刷したものに、印刷した後に金箔を貼ってるんですか？順序は逆です。逆、はい、先にフラットな下地を作って、はい、それじゃないと乗らない。ご承知のように、金箔って金属なんですね、はい、金箔も、はい、で、扱いも難しいし、顔料を乗せるのすごく難しくて、あ、最初にフラットな金のベースを作るんですね。で、こちらは金のベースを作った上にプリント、で、こちらは銀のベースを作った上にプリント。江戸時代は2通りあって、まあ、専門家いらっしゃるんであれですけども、絵のあるとかけ避けて貼る手法と、最初に下地を作ってその上に隠す手法、贅沢ですね。見えてないところも実は貼ってあるんですか？当時はものすごく高いもので、まあ、時間がないんで走りますけども、まあ、そういうことで僕はその北斎や歌丸の素晴らしさを世界の人に知らしめたいと。で、それが自分の最後のね、僕多分この中で一番じじいだと思うんで、今年76になります。 76? 亡くなった田川さんよりもご高齢。いやいや、彼より2つ上なだけです。あ、そうでした。74歳だったんですか、田川さん。と思います。すごいですね、最後まで。はい、まあ、そういうことで、はい、もう一回話戻しますけど、僕はアーティストじゃなくて浮世絵工芸士として残る人生を生きていきたい、はい、最後まで、一つでもね、世界の人に受け入れの素晴らしさを知っていただきたい。日本人ですら北斎すごいよっつって、北斎さんのどこがすごいのっつったら言葉で返してくれる人少ない。じゃあ富岳36回って「うん、知ってるよ」って。じゃあいくつ知ってた？赤い富士山でしょ、グレートウェーブっていわれる大きい波でしょ、他に何があったかね。それはやっぱり悔しくて、まあ、そういうことで一生懸命頑張りました。どうぞよろしくお願いします。こちらは、バチレはいろいろあるけれど歩いていくのだどこまでもという作品でですね、もうすごい実は昔の作品なんですね。
このおんぶしてる子は当時1歳か2歳なのかなだったんですけど、その時は新宿の、富久町に住んでてですね、そこでおんぶしながら歩いてるっていう、肩車しながら歩いてる絵です。で、私は道がすごい好きで、歌舞伎町から歩いてもう10分すると我が家なんですね。でもその富久町では醤油の貸し交換とか、上にお風呂ないからお風呂屋さん行ったりとか、昔の忍者みたいなのが残ってて、そこで一生懸命子供を育てながら描いた絵です。で、これ横尾忠則の Y 字路にちょっと影響も受けつつ描いた作品で、好きな作品です。で、ダイバーシティユナイテッドの中でも、参加紹介していただいた作品になります。和紙に顔料で描いています。またいろんな時期に描いた作品で、これは多分6ヶ月ぐらい前に描いた作品ですね。アトリエや実家の引っ越しがありまして、そこから持ってきてここに置かせていただいている状態で、いろんな時期の作品があります。こちらは宇宙で、今私たちがこう出会っているのは、宇宙の法則によって決められている運命なんだよっていうイメージで描いた作品です。またこちらもダイバーシティユナイテッドで紹介していただいた作品なんですが、後でご覧いただければと思いますが、4年かけて取り組んでいる、新生組の歳三の刀という作品、土方歳三が世界に渡るという作品を主演で演じていただいている源幸四郎さんと一緒に、昨年8月に人工知能と、アートを組み合わせた AI アート集団を作りました。それを作るきっかけになったのがこの作品で、これ因縁の作品です。依頼で描いたんですよ。とにかく私4000万か4500万ぐらい映画につぎ込んでしまいまして、毎月支払いがいっぱいあると、とりあえず絵を描いてれば何か売れるっぽいということで、注文があったらとにかく描いてると。増山さん、え、受けてるのに書いてないですよね、それ書けば僕のギャラ払えるんでしょとか言われて、源幸四郎が我が家に来てアトリエで絵を描き始めました。で、この絵依頼で描かれてたんですが、結論から言うと、皆さん一人が描いた絵が欲しかったのに、源さんが手伝ってる絵いらないってキャンセルになったんですね。でも描いてる間に面白くなっちゃってやり始めたんです。最初は虎だけ決まってて、あとはタイムワークが決まってたんですけど、書いてる間に私が書いてると、あ、なんか他の仕事してる間に源さんが勝手に絵を進化させて、私はただここをこうしてって言ってるだけなのに、影つけてとか言ってるのに、いきなりなんだっけこれ、システィーナ礼拝堂のこの何でしたっけこれ、このダヴィンチじゃなくて、こういったのを描くんですよね。で、侍とこの、時空を超えた頭脳、人工頭脳の出会いみたいなのを描けて、私絵をただ塗って手伝ってって言ってるのに進化してるんですけどとか言ってる間に面白くなってきて、これ売るのもったいないね、もう一個描こうかとか言ってもう一個描いたんですよね。そしたら2枚ともまだ売れないで残っているという、そういう奇跡的な作品なんですが、この時に人工知能と一緒の人類はどこに向かうのか、で、時空がミックスした空間、そういったものが生み出されて、で、これは仏像の刀に出てくる悪役の、悪の女王の存在が書いてあったりします。こちらも貴重な2点を持ってまいります。歴史に残ると思いますね。まずアカデミー賞を取るあの映画に入ってますから。また、こちらパラミタっていう人工知能のアート集団ですね。こちらはドバイで実は大ブレイクしたんです。それが私が今回5倍移住を最初考えてたんですが、移住はしないがアート活動をしに行くという形になってるんですけれども、パラミタの作品ですね。で、かわいいカルチャーと、富士山とか、そういったものをミックスした作品になっています。2人はベンチに座り、くだらない話で笑った。京葉線の小さな駅、各駅停車がやってきた。そこで二人はお互い見つめ、さよならを惜んで涙した。
が何度もこの展覧会のことを連絡してくれてまして、今回田川さんの思いが皆さんに伝わって、なおかつ実際のアメリカのね、元クリントン大統領の購入された元グリーン先生の原画もございます。こんなことありますか。絶対ここ来るべきだと思いますね。で、今後の活動としましては、4年間かけて取り組んできました、稲川テレビさんにもご協賛いただいております、都市蔵の方がいよいよ来年の5月カンヌですね。はい、いや今回本当に最後にですね、樽谷監督に入っていただいて、皆さん本当に心配してくださってました。都市蔵の刀がいよいよ完成いたします。なんとですね、最後のシーンだけちょっとね、そう、実は追加撮影があるんですね。はい、はい、で樽谷監督はダイバーシティユナイテッドカンヌ映画祭でも上映されました。そちらの作品でも主演されてまして、私俳優としていいなと思ってまして、で樽谷監督が土方歳三を狙う、はい、はい、はい、戊辰戦争のね、シーンも推察で入ります、はい、これらが含めまして、今、ロシアのアンドレイ監督も一生懸命編集しておりまして、CG を加えて、来年のカンヌ、いよいよ皆様にお届けいたします。また10月には世界五大映画祭のプサン、国際映画祭で、ユーラシア国際映画祭、そしてウェストイーストプロダクション株式会社でブースを、持たせていただきまして、オンラインで、弊社が扱う作品を、販売していきます。先日ブラジルの配給会社ですね、最大手からも連絡をいただいてまして、で今ゼトロさんの提携配給会社としてユーラシア国際映画祭認定されまして、日々いろんなオンラインで海外のバイヤーさんからご連絡をいただいている状態です。映像とアートをセットにして、はい、物語を我々は提供していくという形ですかね。そうですね、はい、ダイバーシティユナイテッドでもここマンジリオギャラリーも、はい、取材させてもらって、はい、ここでなんとレナさんもここで出演されて女優として、で、はい、ここからスタートという形なので、はい、まあ、そういう形で映画を盛り上げていくように、はい、していきたいなと思っております。はい、映画とアート、松山レナ国際、ユーラシア国際映画祭、そしてウエストイーストプロダクション株式会社、目が離せません。ぜひ皆さん一緒についてきてください。国際を超える、アートを私たちが作ります。ありがとうございます。ありがとうございます。